ぱ軸っての持っといて、うん、やっぱある程度いったらあかんので、これできる人じゃないと、そうそうそう、うん、全部そうなんや、ここで止まって思ってたらおかしなってくるから、意外とドライ1で活躍する出演者って多いって前統計取ったけど、ドライだから逆に下のほったらかしの選手っておかしいけど、それは自分の個性出してそのまま伸びてくるっていう、そういうパターンにもハマってくるんちゃうかなっていう。確かに。中でそのプロで、まあ、ある時きっと気づくやんか、あ、木のバットでもいける、それってその具体的にどういうところが違った感じ、使い方、バットの。これはもう誰もが思うかもしれないけど、まず間違いなくその金属バットってやっぱもうなんだろう、棒じゃん、うん、って言ったらこうドンって鉄の棒みたいな。木のバットってよくスローモーションで見たらけどしなるやん、すごい、うん、ぐにゃーってこの一本の棒が動いてないわけやん。木のバットってやっぱどうしてもしなってくるっていうか、うん、そこでなんかこうヘッドの使い方っていうか、うん、あんまり今まで言ったら俺高校生までバッティングの指導をこう地道になんだろう、ここはこうでああでって言われたことなくて、プロに入って初めてバッティングというものを一から基礎から教えてもらったから、それまではちゃんとなんか自分の感覚となんかこうセンスでやってたような感じだったからああちゃんとこうやってヘッドの使い方とか軌道とかっていうのやったら、あ、木のバットの方が飛ぶなって、うん、上手に柔らかくヘッドを使えた、うん、そう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 、なんか金属バットってどうしても力任せなとこあるけど、うん、あ、木のバットはもちろん力も必要だけど、あ、なんかタイミングとやっぱこうパチンと合わせるなんかこうなんていうのかな、インパクトの時の伝え方、なんかいろんな人、いろんな指導あるやん、プロ野球って。やっぱコーチ変わるから、うん、なるほど、そうそう、毎年、うん、そういうの合う合わんももちろんあるあるある、だからほんま軸ってのを持っといて、うん、やっぱある程度いったらあかんので、これできる人じゃないと、そうそうそう、うん、全部そうなんや、ここで止まって思ってたら、うん、おかしなってくるから、さっきのコーチ言ってることちゃうか、俺どうしたいのってバグる人いっぱいある、ある程度はいはいって聞いてくんやけど、プロやから言ったら個人事業やからもう商品やから、うん、あんまりいろんなことバーって情報とか入れられて、自分としては自分が持ってないだけやから、うん、これできる子はやっぱり、いや、俺今良平が言った通りね、やっぱこれできるやつって活躍してるよ、うん、絶対、うん、ほんまに、うん、そうなんで、うん、ちゃんと、あ、これっていうものはちゃんと取るんでしょ、そう、だから軸があってってこと、 そこ上手いことやっぱ やらないとあれわかんないけど、それでやっぱりさらにこう壁突き破りとって、この人やと思ったらその人にこうグーってこうコーチに入っていったりするのか教えてください。俺はもう自分持ってる子やと思うけど、自分が俺もそうやと思う、絶対そう、自分持ってるやつ、うん、自分のちゃんと持論があって、そうそうそう、そう、もちろんその中で誰かに言われたこの一言のアドバイスが良くなったっていうのはあると思うよ、みんなそれぞれあると思うけど、うん、やっぱりプロ野球って監督コーチがバッティングコーチが2人いて、うん、で毎年のようにコーチが変わっていく中で、やっぱりさ人間やからさ気に入られたいコーチに、やっぱそこでなんかこう変な態度とって嫌われたりとかしたら使ってもらえないんじゃないかとかっていうのもやっぱあるわけ、でそこでやっぱりそのいろんなコーチが言われた時に、はい、でこっちが言われた時もはい、そうですねって聞いてやってたら、やっぱね、もうわけわからん、俺そうなったんよ一回、ほんまなんかどうしたらええやろってなったことがあるから俺も、でやっぱこう活躍してる選手たちにいるとやっぱね、その今言ったようにやっぱいい意味でいいものは取り入れるけども、やっぱり試合になったらもう自分が活躍するために無心になってやってるやつが活躍するね。どれもね、なんか私高校野球でもそうじゃない、今あの上田は母校の関西高校のコーチで高校球児に熱い指導もやられてるんだけど、高校野球も1回しかないやん人生の中で、そうそうそう、自分の高校野球の責任なんか自分でしか取られへんから、うん、やっぱり監督コーチの言ってることは参考にしつつ、うん、自分が一番形で、うん、いい形で結果出せるようにいかに自分を信じるものがあるかみたいな選手はやっぱ強いよね、うん、そうそうそう、だから俺もその高校生に今バッティングとか教えるけども、俺が言ったことを全部やらんでいいでって、うん、合わんかったら合わんって言ってきてくれって、うん、それ大事よね、うん、そう
もう絶対これやれって言ってるわけじゃないからっすよね、うん、ただ欲しいのはこれちょっと合わないんですけどって相談が欲しいよね。そう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 なの、そういうことよね。そうなんかさ、そうやって言ってさ、バッティング練習良くなったってもさ、試合で実際じゃ自分の感覚となんか違いますと、これじゃ打てる感じしませんっていうのを正直に言ってほしいの、うん、でもやっぱ今の子ってやっぱ素直な子おるし、うん、なんかなかなかそういう会話ができない子っていうのがおるから、うん、こっちがまた大丈夫かって、お前ちゃんとほんまにいい感じかとかって聞いてあげないと、うん、それさえ言ってくれたら、そうなんや、そうなんや、そしたら次の引き出しをこう出せるもんね。俺はこうだ、うん、そうやね、俺もそう思う。逆に今思うのは、俺もその小学校、中学校、両親も小学校、中学校、高校ってすごかったわけやんか、うん、あの多分ね、誰も言わんかったと思うよ、そんな、うん、親父は言うよ、うん、そうそう、親父ぐらい言ってた、親父ぐらいやろ、うん、周りは多分何も言わんと思うわ、うん、そりゃそうやろ、そう、自分だから自分の言い方で自分が知ってるし、うん、親父は自分しか見てなかったわけで、監督、コーチっていっぱい予想して見るやん、うん、それを当てはめようと思って、多分当てはまらんわけで、うん、イチローさんもお父さんのことしか聞けない、うん、まあまあ親父は唯一そうやね、アドバイスくれる、ずっと自分のこう見てて調子いい時悪い時って、まあ調子悪いと自分見えへんくなる時もあるし、まあ俺はちょうど試合だとビデオとか撮ってたから絵に見えて分かってんけど、でも親父しか言ってくれなかったし、言ってもらってなかったし、やっぱ自分は持ってたけどね、そういう部分で。俺はね、本当にその子がね活躍していい感じになっていかないと俺は何でもいいと思ってる、うん、ほんまに絶対俺のやっぱね、そう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 、プロ野球でもやっぱり肩にはめたがる人とか、うん、おるやん、絶対。てかそれやったら俺やってる仕事やってるかになるんやろね、うん、コーチも。そう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 。それ言って言うな、それ。大丈夫大丈夫。名前出さへんから大丈夫。もう俺教えてんねん、こう、うん、でこう自分の家事になったら、よしよし、なるやん、うん、っていう感じ、うん、いや、ほんまに面白いの結構あるよ、そうやって、うん、普通にこのコーチに言われて、はいはいって言われてで、やってるやんか。ほんなら、このもう一人のコーチで、そっちやるんやったらもうええわ、みたいなとか。うん、ああ、知ったし、みたいな。そんな子供やみたいな。そんなあるから、ほんまに。だから俺、ほんまね、バッティング練習ね、俺好きやったけど、コーチの前でバッティング練習のお前嫌いやったもん。あ、もう言われたくないから。そうそう、なんかそうやね、うん。絶対当てはまっていく、今後野球な、して。こういう物理当たってくると思うんですよ、絶対言ってることが違う人が一方過ぎたら、そう、俺これだけは本当に言いたい。みんな言ってることは間違ってない、うん、そうそうそう、ただ伝え方が違うから、うん、そう、例えばレベルスイングにするために上から振りなさいっていう人もいれば、下から振りなさいっていう人もいれば、体が開かないためにツイストしなさいとか、うん、こう顔残しなさいとか、いろんな伝え方があるから、ただこれが正しいやぞっていう人もおるから、中にはだから、そこをうまく自分で体が開かないためにはどこを意識したらこうなるとかっていうのを見つけた方がいいな、うん、タイプも違えば骨格も違うから、そうそうそう、実際たかが3割やねん、正解率、それに正解なんかないから、剛が言ったようにこれやれっていう指導者は俺ちょっと違うと思う、やってみたらどうってか、まあ、教えるから、そう、軸があって枝みたいにこうアドバイスをこうやって一本の木にしたらいいんちゃうっていうイメージあんねんけど、この軸まで変えようって思うコーチはどうなんかなっていうふうには思う。今の話やっぱり指導者側からしても、うん、選手側からしてもすごい貴重な両側からのな観点が出る話で、っていうのは、うん、やっぱり俺らって何不自由なくずっとレギュラーで、うん、小学校から中学校からでチームの中心でやってきて、でプロに入って言ったら、まあ俺たちを知ってる中学生の、まあ、例えばフレミアもそうだけど、同級生とかっていうのは、ああこいつはプロ行っても俺活躍するんやろうなっていうような目でが、プロに行って壁にぶち当たりました、で思ったような成績が残せなかったっていう、これってまあ言った経験なんだけど、これで、それの時にじゃあ何があったんだろうって今思い返したら、やっぱりこれは別にもちろん自分の力がなかったっていうのもあるけども、ある意味考えすぎてしまったとか、あるやろ、そう、もっと俺ってこうじゃないよねって、もっと俺ってこういう選手だよねっていうのをもっと出せばよかったなっていうのはある、うん、多分両方とも絶対あると思うよ、そうそうそう、プロで特に、あ、絶対あると思う、バカ俺って基本こうなんかちょっとやんちゃくれみたいな感じでここの時やったけど、うん、基本はやっぱ聞くからこう、うん、でこうしてしようと思って、もう俺も そこバグったもん、うん、だから俺は見た時に、うん、やっぱウエスさんとイーさんやったけど、うん、でもあの
フェニックスリーグっていうのを後でやるから、それ見た時になんかちっちゃくなってるって思ったんよ。マジもしあれはちっちゃくなってんの、そんなんじゃなかった多分やけども、ほんまにその俺はギータとか柳田、ソフトバンクの柳田とかってもうほんまにいじるなって多分言われてる。あ、そう、王さんが言ったよ。そう、うん、こいつはいじるなって、もうひたすらもうフルスイングさしとけみたいな、うん、多分両方とかもうお前三振かホームランでええわみたいな、うん、もうちっちゃくなるな、もうガンガンいけって言った方が、うん、多分良かったんじゃないかな。だから意外とドライチで活躍する選手って多いって前統計取ったけど、ドライチ期待されてるからみんなこう言いにくい、ね、そう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 、多分ここでか勝ったりはめようとするから、うん、まあ、期待してる分こう 言うやん、みんな期待してるから。だから逆に下のほったらかしの選手っておかしいけど、ちょっと自分の個性出してそのまま伸びてくるっていう、そういうパターンにもハマってくるんちゃうかなっていう確かに思うけどな。構われてないもんね、そもそも自分の力に上がってくるもんね。そうそうそう、そのうちに自分ができるやんね。そう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 。ほんまにそうちゃんと挨拶できて、やっぱ可愛がられる人間になれば俺は世の中絶対生きていけると思う。周りが助けてくれると思う。そういう人間が多ったら職場もね、そうそうそう、分かるやろし、それがみんなの活力になって仕事のね、生産性が上がってくるようになる。まあ今ね、こうやって社会に来てやっぱり人と人やと思ったら仕事するんだけど、